二本松市にある老舗酒造メーカー大七酒造。大七酒造ではこれまで発泡スチロールの緩衝材を使っていましたが、今後このような緩衝材が使われることはなくなっていきます。大七酒造は SDGs の実現に向けて脱プラスチックを目指し、段ボールメーカーと共同で環境に配慮した段ボール製の新しい緩衝材を開発しました。それがこちらの高級酒用観音開き型の段ボール緩衝材です。10年もの歳月をかけて試作を重ね、発泡スチロールと同じ程度まで強度を上げられたことで実用化することになりました。また一升瓶もこれまでは樹脂でできた不織布で包んでいましたが、今後は段ボールで瓶を固定することで不織布も廃止します。エシカルな酒造りをしているというふうに自負している私どもにとって、最初から最後まで環境に優しい良い商品をお届けしたいというふうに考えて、このように開発いたしました。新しい緩衝材への切り替えは今月から順次スタートし、今年の夏までには完了する見込みです。